ドラ法でございます。勝ちました。いやーすごいね。細川さん、大変なことになってますね。いやあ、りがとうございます。そして松原さん。関東ですね。この連戦のね。中で関東で勝てるっていうのは本当にあの良かったと思います。昨日とかねえー、この間か、えー、結構ね。惜しげもなくつぎ込んで。まあ結果。 負けなかったっていうところに落ち着いたんですけど今日休めたの良かったなってすごい思いますねいやー大勝ですねあのー、今さなんつーの打順がさー3番カリステ4番えー、中田さんで5番細川さんってなってえー順番が回ってくるとさなんかワクワクするよねなんか起きそうだよねいや でも木下さんにもねちょっとあのなんかきっかけみたいな感じでなってるしいやもう明るい話ばっかりだと思います。ねえー、やっぱり強いね貯金です。いいねいけいけドラゴンズ